ジョン・マイケル・アダムスは、アメリカ合衆国テキサス州コーパス・クリスティ出身の、元プロ野球選手。宇ト・右ギテキサス州、コーパス・クリスティで生まれ、近郊の同州、シントンで育つ。子供の頃は、テキサス・レンジャーズのファンだった。憧れの野球選手は、ノーラン・ライアンであり、後に、ポジションも彼と同じ投手になる。地元のシントン高校では、 野球とバスケットボールをプレーしていたが、本人は、バスケの方が気に入っており、当時は野球をやめることも考えていたという。だが高校を卒業して、テキサス A&M 大学キングスビル校へ入学した、直後、バスケの試合でリバウンドを取った際に他選手の足を踏んで骨折し、それ以降は野球に専念することになった。同校は NCWA では、 強豪校が集まるディビジョンアイに所属していないため、注目度は低かったものの、アダムスが2年目の2000年に脱三進数の、同行記録を更新する口頭を見せると、MLB ドラフトでは10巡目から15巡目あたりで、指名があるんじゃないかとの声が上がり始める。結局この年のドラフトでは、どの球団からも指名されなかったが、ドラフト後には、 トロントブルージェイズとミルウォーキーブルワーズのスカウトがアダムスのテストを行うなど翌年以降を見据えたプロ球団の調査は継続していた続く2001年もアダムスは98.2イニングで115個の三振を奪い2年連続の記録更新を達成する前年のドラフトで指名を受けなかったため規定によりどの球団とも自由に交渉できるようになっていたアダムスは ブルワーズと契約してドラフトを経ずにプロ入り。大学時代は先発投手を務めていたのに対し、プロ入り後はマイナーリーグで主にリリーフとして育成される。2001年はルーキー級オグデンで23試合に、2002年は A 級ベロイトから A 級ハンツビルまで計3クラスで34試合にそれぞれ9円登板。 二年間で23セーブを挙げ、脱産審率は、いずれの年も11を超える高い数値を残した。2003年も AA q ハンツビルで一年を過ごし、2004年には、トリプル A q インディアナポリスへ昇格する。同年5月17日にアダムスはメジャーへ昇格、プエルトリコジチ連邦奥へ遠征して行われた翌18日の、エクスポズ戦でメジャー初登板を果たす。 7回裏に2番手としてマウンドに上がり初球はそんなに悪くなかったのに2球目で膝が震え出したと言いつつもターメルスレッジから三振を奪うなど1イニングを三者凡退に仕留めたさらにその2日後の同カードでは同点で迎えた8回裏に登板して無失点に抑えると直後に味方打線が決勝点を挙げたためアダムスにメジャー初勝利が記録された そのままメジャーに定着したアダムスは、デビュー戦から9試合13イニングにわたって、無失点を続けるなど、前半戦終了時点で5ホールド、防御率1.85の好成績。後半戦は3敗を喫するなど調子を落としたが、シーズンを通して46試合53イニングを投げ、防御率3.40はチーム9援陣では、抑えのダンコルブに次いで2番目にいい数字だった。 この年を67勝94敗のナショナルリーグ、中畜再開で終えたブルワーズは、シーズン終了後にコレブやルイス・ビスカイのラをトレードで放出し、アダムスを中心とした新たな救援陣を構築した。2005年、アダムスは4月8日の開幕3戦目で、シーズン初登板、メジャー初セーブを挙げる。しかし、 同月18日のカージナルス戦で同点の場面から、決勝ソロ本塁打をアビハイ戦投手となると、その2日後のドジャース戦でも1点のリードを守りきることができずセーブ失敗。これにより、同月下旬からは、デリック・ターンボーが抑えを務めることになる。アダムスは5月27日に、トリプル A 級ナッシュビルへ降格。 ベンシーツの故障者リストからの復帰に伴い25人ロースターに空きを作るのが主目的ではあったが一方で首脳陣はアダムスに対し請求難の改善を求めたラッシュビルでは26試合36イニングを投げ防御率5.75と乱調でメジャーへ最昇格することのないまま2005年のシーズンを終えた2006年もシーズン開幕は トリプル A 級で迎え、4月18日に一度はメジャーへ、昇格するも、2試合で3失点と結果を残すことが、できずに最高格となる。同月20日のレッズ戦で1点ビハインドの6回、表に四万塁から登板したが、先頭打者に、押し出し支給を与えた後続くブランドン・フィリップスに、満塁本塁打を打たれ、これが、結果的にブルワーズでの最後の登板となった。 サンディエゴ・パドレス時代再降格後、アダムスはブルワーズからトレードで放出されたのを、皮切りに、1年間で3回の移籍を経験する。まず5月26日、ジェレミ・ゴンザレスとのトレードでブルワーズから、ニューヨーク・メッツへ。続いて7月4日に、メッツを、戦力外となって、ウェーバー工事を経て、同月7日にクリーブランド・インディアンスへ移籍する。さらに、 同月18日には、ブライアン・シコースキーとのトレードで、サンディエゴ・パドレスへ移籍することに。ただ、いずれの球団でもメジャーへ昇格することはなかった。トリプル AQ4 球団での成績は、48試合5913イニングで1勝3敗にセーブ、防御率3.94だった。この年の9月から翌2007年にかけて、両膝を計3回手術し、 これにより2007年のシーズンはメジャーでもマイナーでも当番なしとなる。2008年、アダムスはトリプル A 級ポートランドで実戦復帰。5月22日にジャスティン・ジャマーノと入れ替わる形でメジャーへ昇格し、同日のレッズ戦で2年ぶりにメジャーのマウンドに立つ。この日は前回対戦で満塁本塁打を打たれたフィリップスから空振り三振を奪うなど、 二回無失点で試合を締めた。そこからしばらくは主にリードされている場面での登板を担当し、前半戦21試合29.2イニングで、防御率2.43と高騰を続ける。これを受け後半戦はリードしている場面で登板する、機会が増加。監督のバドブラックは、彼の成長を認め、7回、アダムス8回、ヒースベル9回。 トレバー・ホフマンという勝ちパターンの系統策を確立した。最終的なこの年の成績は、防御率が50イニング以上の救援投手中、リーグ9位となる2.48、脱三振数が同12位の74個、ホイップが同7位の1.04だった。膝の故障からの復帰1年目で、メジャーとマイナー合わせて66試合80イニングを投げたアダムスは、 右肩関節唇に軽度の損傷を負い、シーズン終了直後の10月17日に手術を受ける。これにより、翌2009年は、シーズン開幕から2ヶ月にわたり、故障者リスト入りを強いられた。それでも6月9日に、シーズン初登板して、以降は抜群の成績を残し、37試合で、防御率0.73ホイップ0.60。 ホフマンが FA 移籍したためベルが新たな抑え投手となったチームでアダムスはルーク・グレガーソンと共にセットアップとして中継人を支えた。この年75勝87敗でナショナルリーグ西地区4位だったパドレスはオフにジェド・ホイヤーが GM に就任。新 GM はチーム再建のための放出が確実視されていた主砲エイドリアン・ゴンザレスやベルを 残留させ、年俸調停権を得たアダムスとも1年に100万ドルで契約を延長した。2010年、アダムスは5年ぶりに故障者リスト入りも、マイナー落ちもせずシーズン開幕を迎える。この年のパドレスは、開幕前の予想では、会低迷必至と見られていたが、それを覆し4月20日以降は、地区主位に立つ躍進を見せた。この原動力となったのが優れた、投手力で、 特にエンジ陣はアルバート・プホルスがこれまで対戦してきた中でも最高レベルと称賛するほどであった。そのエンジ陣においてアダムスはベルの前の8回を担当し前半戦だけで22ホールドを上げる。またシーズン中盤には胸にビリーブと書かれた T シャツをチームメイト全員に配り予想外の優勝争いを演じるチームを鼓舞した。ただチームは 終盤の9月に失速し、ジャイアンツに、首位の座を明け渡す。シーズン最後の3連戦では3.0ゲーム差の、首位ジャイアンツと直接対決し、1戦目と2戦目は、共に、グレガーソン・アダムス・ベルの系統で勝ったものの、最終戦に敗れて、地区優勝とポストシーズン進出を逃した。個人成績の面では、アダムスは、 自己最多の70登板で防御率を1.76に抑え、37ホールドはグレガー・ソンに次いでリーグ2位だった。シーズン終了後のパドレスは翌年のポストシーズン進出よりも数年後を見据えてのチーム再建を選択し、主砲ゴンザレスを若手有望株ラヨン選手とのトレードで放出した。抑えのベルもまた前年に続きトレードが噂されており、 彼自身もアダムスに、来季は、お前がクローザーだと話していたという。結局ベルは残留することになり、アダムスは2011年もベルにつなぐセットアップを任されることになった。1月に1年253万5000ドルで契約したこの年、アダムスは前半戦は41試合で18ホールド、防御率1.32と高成績を収めていたが、チームは前年とは、 対照的に40勝52敗と回に沈む。この状況から7月31日のトレード期限を前にベルだけでなくアダムスにもトレードの可能性が浮上した。トレード期限当日の7月31日、アダムスは若手投手2人とのトレードでテキサスレンジャーズへ移籍することに。 この日のアダムスは朝に起床した時、ベルのトレードが決まっているだろうと思い、今日から俺がクローザーかと考えていた。だが実際には、ベルのトレードは成立せず、アダムスは、パドレスのクローザーではなくレンジャーズのセットアップを、務めることになった。この時点でレンジャーズは、アメリカンリーグに地区首位に立っていたが、救援人が、リーグ最悪の19敗を喫する不安定な出来だった。 ため、30日にはオリオールズから上原孝二を、翌日にはパドレスからアダムスを獲得して補強した。遺跡後初登板となった8月2日のタイガース戦では、同点の8回裏にブレナン・ボッシュに決勝ソロ本塁打を許し、敗戦投手となった。オフの10月29日に FA となった。 2012年12月20日にフィラデルフィアフィリーズと1200万ドルの2年契約を結んだ。2013年は開幕ロースター入りしたが、5月20日に腰の故障で15日間の故障者リスト入りした。5月26日に復帰したが、6月22日に右上腕に頭筋の故障で15日間の故障者リスト入りした。 7月9日に60日間の故障者リストへ移動し、残りのシーズンを全休した。この年は28試合に登場にし、1勝4敗、防御率3.96だった。オフの11月1日に故障者リストから外れた。2014年3月27日に、右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。4月3日に、 リハビリのため、A 級クリアウォータースレッシャーズへ移動した。4月15日に復帰したが、6月8日に、右回線筋鍵盤の故障で15日間の故障者リスト入りし、7月2日に60日間の故障者リストへ移動。9月2日に復帰した。この年は22試合の当番にとどまり、2勝1敗、防御率2.89だった。 オフの10月30日にフィリーズが来季650万ドルの球団オプションを破棄したため FA となった。2015年3月1日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶ。31日にドジャースの開幕ロースターに入らないことを知らされたが10万ドルの契約保持ボーナスが支払われることに合意した。しかし数日後に トリプル A に降格しないことを報告し代わりにチームから去った。ありがとうございます。